ないみたい。手持ちのオーパーツじゃ無理らしいな。この場所って前に通ったよな。
頑張らないとね。あのプリンを倒すヒント必ず見つけないと。気楽に行けよ。真面目なのはいいけど、思い詰めてるとつまんないことでこけるぞ。そうだね。ここそれじゃ行くか。試すのは止めないけど。何か問題？それぞれの道にそれぞれの扉がある。他人のゲートを通ろうとすると思う。ほら、クポスノーは一緒に行けないってこと？うん、留守番ついてねえな。俺たちがいないからって無茶するなよ。一人で戦おうなんて考えたら怒るからね。おとなしくしてるって約束。わかってるよ。ま、ああいうしかないよ。兆しってのが邪魔なんだろう。俺たちに渡してくれたらさっさと出ていく。それでどうだ。受け取れ、そして失せよ。審判の日はまだ訪れておらん。クリスタルか。うん、スノーが待ってるね。やられてなきゃいいけど、おとなしく待ってはいないだろ。正解。お姉ちゃんと一緒で真っ先に突撃しちゃう人だから。真っ先に死んでくタイプだ。え、年上だからって張り切ってさ、後先考えないで危険に飛び込む。
そういうやつが何人もいた。現実見ないで自分を捨てて人をかばって、みんないなくなった。ノエルはいなくならないでね。ノエルだって自分の身を顧みないで何度も助けてくれたよ。俺はちゃんと現実を見てる。スノーと一緒にするな。してないよ。あいつはセラを残して出て行ったんだぞ。勝手にいなくなって取り残される方の気持ちなんて考えてないんだ。どうしてノエルが苛立つのか分かったんだ。かつてノエルのそばから去っていった人がいた。その人に取り残されたノエルはとても辛い思いをした。何も聞けなかったけれど、ノエルの痛みが伝わってきたんだ。さっきはヒヤヒヤしたよ。話のわかるやつでよかったな。きっと女神様の贈り物クポ。サンレス水郷に行ってスノーを助けるクポ。世界が変わっても自然は変わらない。プリンの野郎、動きが鈍くなってるぞ。でもどんどんでかくなる。どこかから来てる小さいプリンを何とかしないと。もう一つパラドクスがあるかな。可能性あり。ダブルパラドクス。まずは調べてみよう。
ご苦労さん。開かないね。オーパーツを探す。なあ、ノエル。お前はなんで時を超えたんだ？滅ぶのを止められると思った。滅ぶ？人間がいなくなるのか？そう。世界の終わり。だから変えるんだ。俺にしかできない。ノエル、スノーのこと怒ってる？好きじゃないんだ。なんで？俺が守ってやる。お前らは何も心配するなって。勝手に先輩面するやつ。モグ、これからもよろしく頼むぞ。
これもクリスタルか。俺たちの思い出と同じだ。なあセラ、覚えてるか？私の涙のクリスタル。セラはあるんだよな、クリスタルになったこと。その瞬間はすごく寂しくて怖かったけど、すまねえ。でもずっと夢を見ていたような気がするんだ。いつかまたみんなのところに帰れるって、希望の夢。クポ？そうだって信じたいな。ファングとバニラには楽しい夢を見ていてほしい。未来では女神の娘たちが国運を支える柱になったって伝わってる。あいつらは女神なんて柄じゃなかったけどな。
Thank you.
このゲートはヒストリアクロスに戻るやつだな。このゲート外れじゃねえか。今持ってるオーパーツじゃ開かねえ気がするんだよな。ないね。オーパーツを探そう。してるはずだけど、腐食がかなり進んでる。もうすぐ柱が崩れてもおかしくないぞ。プリンのせいで予言よりも早くコクーンが崩壊するの？そこ
次は何が待ってるかな。フランパルスの地平の果て、いずことも知れぬ場所にその平原はあった。強きが弱きを喰らう野生の掟が支配するこの地では、たくましき開拓民が魔物を借り日々の糧としていた。だが彼ら狩猟の民の間で近頃奇妙な噂が流れていた。